待ってくれ。みんな目が覚めたでござるか。モナ殿から重要な話があるようでござる。雄夜浄土への君臨を果たした後の夜明けは実に胸がすくものね。お嬢様はすでに次の挑戦への準備を整えたとおっしゃっています。オイラたちもぐっすり眠れたぜ。はい、では単刀直入に言いましょう。先ほど水浦の番で見たのですが、新たな元凶があちらの島で形を成したようです。それに私の勘が間違っていなければ、あれは私と関係あるのかもしれません。今回はモナか。これまでの元凶もモナは付き合ってくれたし、今度はあたいたちが一緒に行く番だな。何も面白いものはないですよ。メギストス卿、恥ずかしいのでしょうか。いえ、そんな、あまりにも貧相な元凶を見せてしまったら偏見を抱かれるのではないかとか、そんなことは全く心配していませんので。全て言ってしまっているでござるな。一般的に先生術師はとても超越した存在だと思われがちですが、もしも私の元凶がそれと違っていたらと思うと心配で。そんな愚昧な期待私はしていないわ。あたいもだ。別に期待してないってわけじゃないけど、モナは元から親切で優しいからな。取り繕う必要なんてないと思うぜ。平常心を保てる者は元凶においても親しみ深さが垣間見える。それは良いことでござろう。そうだぞ。それにモナの元凶に行くのだってただの観光ってわけじゃないだろ。他に目…そうですか、ならいいでしょう。過度な期待がなければ私も緊張はしません。それでは出発しましょう。水浦の番によるとすでに元凶についているようですね。まずは入り口を探しましょう。あれじゃないか。見たところ池みたいだな。もしかして泳いでいかなきゃいけないのか。まさか私たちの中に泳げない人なんていませんよね。問題はそこではないと思うが。怖いのですか。いいでしょう、ならば私が先頭を行きます。始まった。泳ぎへの自信による自慢が始まったわ。お嬢様、言葉遣いにはご注意を。先に行っていますよ。モナが池の中に飛び込んだぞ。オイラたちも後に続こうぜ。なんとも壮観な建物でござる。うわあ、あたいこんなの見たこともないぜ。おいモナ、あんたの元凶すごすぎだろ。雄夜浄土には少し劣るけど悪くはないわ、メギストス卿。はあ、おばばに叱られている授業とかじゃなくてよかった。これで面目は保たれました。天才先生術師の元凶はもちろん壮大なものでなくてはなりませんからね。では早速少し探索してみましょう。
爽やかな雰囲気。うわ、開いたぞ。星が浮いちゃった。オイラたちも追いかけようぜ。かねてより先生術とは私にとって誇りでした。私の声、これはまさか。私はこの学問の価値を信じ、先生術を通して万物の運行規則を垣間見ることができると確信しています。よりにもよって私の独り言が。人々は私が占いができると知るとこぞって私に聞きます。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を愛しているの？病気は治るだろうか。私は正直に彼らに結果を伝えました。誠実とは悪を招くもの。しかし私は崇高なる先生術に嘘をつくことはできません。先生術なんて嘘っぱちだ。冗談も大概にして、少し一人になりたい。今すぐ出て行ってくれないか。彼らの失望した表情は私へと突き刺さる鋭利な刃となりました。
メギストス教、これは何とも痛ましい。う、そう慰めないでください。とても恥ずかしいので。こういう時は何も言わない方がいいんだぜ。そうだ、ハグでも押してやろうか。いりません。先ほどのは以前の私が感じていたことです。あの時の私はまだ先生術に触れて間もない頃でした。経験を積んだ今はもう素人の意見に心が揺れ動くことはありません。宮廷大魔導士であるメギストス教にも低迷していた頃があったなんて本当に意外だわ。他者に誤解を抱かれる生活はきっと大変だったであろう。心を晴らすことができて本当に良かったでござるな。実はこういうことに耐えられず、しぶしぶ先生術を諦める人もいるんです。でも私は天才ですから、他の人ができないことだってできます。こんな壮大で綺麗な場所でそういうこと言うと、なんか余計に迫力があるな。うんうん、いいですね。もっと褒めてください。その水を差すようで申し訳ないのですが、どうやらあそこに扉があるようでございます。ではここ一帯の問題を解決した後、また私を褒めたたえる機会を与えましょう。周りの様子が変わった。これは拙者たちが出発する前の浜辺ではないでござるな。どうやらモンドの産地のようですね。まさか私たちはモンドへ送り返されたのでしょうか。でも周りは変わらず果てしない海のままだわ。先ほどのように入れる池があたりにあるはずです。こっちだ。おや、直接入ることができないようですね。水面に何か浮かんできたぞ。これって絵か、それとも。とある地点を指しているようでござるな。私に皆をそこへ導かせようとしているのね。どうしてあなたが先頭を。まあいいです、誰でも構いません。とりあえずこの場所を探し出しましょう。